はい、坂の田んぼです。台風の風で稲がちょっとなぎ倒されてますね。でも今回さっきビニールハウスの方を見てきたんですが、もうビニールハウス吹っ飛ばされてるかと思いましたけど、無事だったんで良かったです。まあお米はまあこれだったら別に収穫ができなくなるわけじゃないので OK だと思います。はい、高須です。ビニールハウスもちょっと大丈夫で、三坂の田んぼのお米が少し倒れたくらい、あの強い風だったけど、良かったと思ってたら、なんと想定してなかった高須のアーチ支柱が、横転して、曲がって、もうこう鋭角にこう曲がったやつはもうちょっとこれ使えないですね。修復不能ですね。まあここはですね、キュウリとミニトマトでほぼ収穫はもう終わってたんで、あと片付けるだけだったんですが、いやここがやられると思わなかったですね。多分これはキュウリがもう終わってるんで、茎が枯れて、もっと茎が生きてればですね、このアーチ石を引っ張って固定する力があったんでしょうけど、もう枯れてる状態なんでですね、その力がなく、台風の風で倒されたということだと思います。まあ早く片付けるということですね。ちょっとなかなか一日は難しいと思うんですが、少しずつ毎日ぼちぼちやっていこうと思います。